何やら提案したい儀があるらしい。決まっているだろう。そんなこともわからんとは鈍いやつめ。できるわけないでしょ。その ダメ、私こういうの得意じゃないんだから。師匠頼む。無理だ。貴様らは本当に役に立たんな。うっせ。だったらシュンランがやりゃいいだろ。やってやろうではないか。そんな自信満々に言い切るなら初めからやってくれよ。うむ、そこまで聞くならば教えてやろう。我ら三国が同盟を結んでこの方大陸より戦乱がなくなっただろう。だからだ。無理よ。小競り合いがなくなったからどうなるんです。剣は磨かなければ錆びる。無理。錆びるからどうしたいんだ。春蘭は錆びるから常に磨いておきたいのだ。うん、それは一理あるな。で、どうやって磨きたいのだ。そこだ。それを提案しに来たのだ。私は三国合同で訓練を行いたいと、このバカはそう言いたいのだ。何がバカだ。私はバカではないぞ。ちょっとだけ人より弁が立たんだけだ。それもある。認めるのかよ。それもあるが、しかし他にもあるのだ。他にもですか。他に考えられることといえば、誰がどれだけバカかを決定するとか。そんなの粋が一番に決まっているから比べる必要などなしだ。けどなんだ。ご主人様。これこそが我らの悲願。誰がどれだけ強く最強なのか、お天道様のもとで白黒つけるのだ。白黒？天下一品武道会ではダメなのか。それはあくまで個人の武を競うもの。私が言っているのは、将としてどれだけ有能なのかを競いたいということだ。つまり軍事演習をしながら三国一の強さを持つのはどの国かを決定したいというわけね。その通りです。さすがカリン様、私の考えることをよく分かっていらっしゃる。その弦に一理もあれば真理もあるわ。だけどきっと無駄よ。無駄なのか。ええ、武
に誇りを持っているものの感覚は総じて野性が強い、つまりは獣に近いということ。獣ならばどっちが強いかをはっきりさせないと気が済まないでしょ。その通り、さすがカリン様でいらっしゃる。うむ、さすが大国魏の君主だ。いや、お前ら肯定しちゃっていいのかよ。そうですね、種子の良し悪しはどうであれ一理はあるかと。いくら平和になったとはいえ、それは国内だけのことだしね。西方には五湖、北方、頂上の向こうにも適正国家を抱えている今、実践的な調練は欠かせんだろうな。愛者さんや春蘭さんたち一戦級の豪傑はともかく、ウニを取る将たちの鍛錬にもちょうどいいかと。特に反対する理由はない。私とてまだ修行の身だからな。兵を率いる訓練はしておきたいし、シェラン姉様が賛成するかはわからないが、私個人としては大いに賛成よ。あの戦狂いが反対するはずがないわよ。で、私自身も賛成。最近祭り事ばかりだったもの、久しぶりに戦場の空気を味わいたいわ。お二人が賛成なら私は反対できないですね。はあ、そんな軟弱者のセリフを吐くのなら、カズトはトウカと共に食陣営にいなさいな。まあそれがいいだろうな。人の上に立つ者として戦う勇気を持つことを二人で学べ。ごもっともです。とことんやるに決まってる。よいです。まあお兄さんの胃が壊れないぐらいに面白おかしい演習にしてあげましょう。考えておこう。では早速基本的な規定を決めようか。まず参加陣営ですが、食、義、五の三国の他はどういった色分けにしましょうか。東卓軍の陣営は前回の戦乱の時にも食陣営で戦ったのだから食でいいんじゃないの。いや、それは却下したいな。どうしてよ。東卓軍には呂布がいる。愛者に凛凛、そして蓮の3名が食に所属すると全体の均衡が取れなくなると思うが。うん、それは確かにそうね。しかし勝敗を決するために必要な各陣営の対象役をゆえちゃんにしてもらうのは気が引けますし、それに私たちの陣営の対象役はこのお二人ですから、レイさんが所属するぐらいがちょうどいい均衡になるかと思います。頼りなくてすみません。それは確かにな。あの華奢で優雅なゆえに戦場は似合わないし、職の大将が当家と本郷では頼りなさすぎるか。そうね、だったらやっぱり職陣営でいいんじゃないの。あまりに弱いと演習にならないし。それもそうか。
食刀連合と義五の三国、あとはパイレンさんの高村三軍と円家二つですかね。六カ国による六つどもえの戦いね。なかなか過激で面白そうじゃない。公平を期すために各国の兵は3万ずつで統一することを提案する。そうですね。あとは勝ち負けの判定ですが。そんなものをぶっ飛ばされた方が負けでいい。まあ、あれな春蘭様の提案も正しくはありますが、それだけではさすがに大雑把すぎますね。なら渾身の一撃を受けるか、それぞれの国の色の布を取られたら死亡扱いってことでいいんじゃないか。うん、妥当だな。あとは陣営の勝敗のつけ方か。それは簡単ね。本陣に掲げる賀門旗を奪えば勝利ってことでいいでしょう。妥当ですね。では本日中に各方面に通達後、明け四つより戦闘開始ということでどうでしょう。戦闘開始は明け四つか。いささか早すぎるとは思うが、実戦を想定するなら準備に時間をかけられないっていうのは当然のことでしょ。それもそうか。では基本骨子はこれでいいとして、あとは各国の代表にも意見を請いたいが。実戦を想定せずして何が訓練か。気兼ねなく暴れたい。まあ衛星兵たちの訓練にもちょうど良いかと。実戦さながらとなれば怪我もするし、気を抜けば死ぬことだってあるだろう。でもそうでないと本当の実戦では役に立たないからな。蓮舫の言う通りよ。それにカズト、あなたも桃花と共に食陣営で出陣するのだから、気を抜いていると死ぬわよ。よし、本郷を合法的に殺すことができるとカリン様のお墨付きを得たぞ。待つ気はこれっぽっちもないな。では蓮舫様、我らはすぐに軍議を行いましょう。そうね。じゃあカズト、グウンを。首を洗って待っている。春蘭、私たちも軍議をするわよ。ギョイ、本郷の喉笛に噛みつけるとは。いや、喉が鳴りますな。なんだか義も子も本気ですね。怖いよ。およ、任せとけって。ご主人様の首を取られないようにしっかりやるさ。では他の陣営に遅れを取ってはまずいので、早々に軍議を開きましょう。そうだね、やるからには勝たないと。勝ちたい。いやはや、演習の話を聞いたときは軽い気持ちで賛成したのですが、これほどの規模になるとは。なんだよ、
アイシャは乗り気じゃないってのか。まさか、大乗り気だ。リンリンも賛成なのだ。だよなだよな。いや、腕が鳴るぜ。腕が鳴るのは良いが、どうやって勝利をつかむつもりだ。親方は何か考えてるのか。そうだね、まずはシュリちゃん、ひなりちゃんの考えを聞かせてくれる。よい、まずは状況の確認を行いましょう。参加する陣営の確認ですが、参加陣営は食刀、義、五の他に高尊三軍、炎章軍、炎術軍の合計6陣営となります。各陣営の兵数は3万人。その3万の兵を駆使し、各陣営の我門旗を奪うのが目的です。なお兵士については桔梗さんにお願いして、出発の準備は完了してます。うん、すでに超人と馬食に引きさせて先発隊を現地に向かわせておる。違います、戦闘開始が明け四つです。だから開始を待ってから動いたのでは、陣を敷くのに最適な地形を抑えられません。おそらく他陣営もすでに動いている頃合いかと。なお兵担はバリオちゃんとホウセイちゃんが担当してくれていますから、私たちは敵軍を打ち破ることに専念しましょう。了解だ。しかし敵軍がどうやって動くかわからんと、こちらも動きようがないな。だな。どうだろう主、玉座であれやこれやと考えるより、現地の地理を把握した上で軍議を続けた方が良いと思うのだが。演習の話を聞いた時点でみんな出陣準備は整ってるわよ。当然でしょ、実戦を想定してるんだから。ご主人様のおまぬけさんって、私もだった。やれやれ、こんなこともあろうかとゆえを呼んでいて正解だった。きっとお忘れだろうと、アイシャさんが出陣の準備をしておいてくれって。はい、これご主人様のお越しのものです。ご主人様が武人の心を持ってるってことさ。はい、こちらは当家様のお召し物です。お着替えは玉座の裏でしちゃいましょうか。うん、手伝ってくれる？ゆえちゃん。はい。当家様の着替えが終われば出陣だな。そうね、では私と桔梗の二人は先行して陣を作っておきましょう。すみませんが、よろしくお願いします。さっさとコント、酒を食らって役に立たんようになるから、そのつもりでな。いや、そこは控えてくださいよ。アホ、喧嘩の前は酒盛りと相場は決まっとる。
だからさっさと来いと言っておるのだ。なんちゅう理屈。おうさ、シオン、酒だるを忘れるなよ。はいはい。では、我らは第二陣の準備に取り掛かろう。ああ、リンリン、行くぞ。だってなのだ。お兄ちゃん、遅れてきたら打棒でお尻ペンペンだから早く来るのだ。寝ちまってたから飛鳥隊の二段に放り込んで先行させてるよ。ちょうどいい薬さ。あいつ平和になってから鍛錬怠けがちだったし。任せとけって。そんじゃまた後でな。勝敗は陛下の常よ。負けないように全力を尽くしたって、負けるときは負ける。それが戦でしょ。まあね、人材的に二国と比べて遜色ないんだし、勝てる確率は高いと思うけど。演習の話が出る前に戦の匂いがするってつぶやいたきり、ネネと二人でどこかに行ったみたいよ。きっと戦場に向かったんだと思いますよ。久しぶりの戦装束、なんかこう背筋がピーンと伸びてくるね。レンさんは戦の空気がわかる人ですから、演習の話が出た時に予定戦場とかも全部わかっちゃったんだと思います。え？そんなことってできるものなのかな。レンなら可能でしょうね。っていうかレンじゃないと不可能よ。主人様、ご分を。